北京加工大学は中国北京市に本部を置く中国の公立大学である。1958年に設置された。大学の略称は北科、課題、北課題。2016年時点では学校の面積は1070世、建築面積は63万平方メートル、生徒数約1万4999人、本科生4人、研究生6358人。 留学生497人、教職員2298人。大学は国家重点実験室も持っている。北京加工大学は1958年7月14日に設置された北京加工学院が前身である。1960年10月、中華人民共和国国務院は大学を全国重点大学に認定した。 1966年から1970年、文化大革命の時、学校閉校学生募集を停止する。1971年から1976年、学校は合計6ロットローの兵を募集する。1971年10月、北京河川工学院を吸収合併する。1977年10月に、統一入試募集制度を回復し、 4年生学部学部に入学。1978年10月、北京科選考学院に分離。1994年2月、北京科工大学に改称、1996年4月、科工管理官部学院を九州合併する。2014年、新高等の校区から建設が始まって、学院も、系も、日本の大学の学部に、ほぼ相当する。 学部は学院と系の上の編成で実態はなく日本の学部とは位置づけが異なっている。病役がないのでそのまま記す。2016現在全部で15予告45大学機関と交流協定を結んでいる。ありがとうございます。